しもし、え、何、え、いや聞こえない、もしもし、いや分かんない。忙しいんだったらいいや。何なの、いや要件だけ言ってよ。じゃあもしもし、もしもし、いやだから前から相談してたでしょ、マンションの。もしもし、いやだからマンションの更新どうする。え、いや今ちょっと無理だわ。いやこれから大事な打ち合わせだから明日までに返事しなきゃなの。もしもし、うん、だからちょっと後で。いや分かんないよ、この後も営業入れてんだからさ。だから都心から少し離れちゃうけど、もう少し安いところに引っ越そうかって。いやなんでそういう話になんの。だってさ、直人仕事なくなっちゃったでしょ。だから何とかしようって頑張ってんじゃん。え、何、じゃあ働くなっつってんの。もう何なんだよ。ああもうマジでそういうの疲れるわ。え、いや疲れるって言ったの。だって疲れんだろうが。家にいても仕事してても心配だ心配だって、あれはどうする、これはどうする、これから私たちどうしたらいいって、ブツ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 さ。いや昔そんな風に言わなかったじゃん。毎日同じなわけねえだろ。時間は前に進んでんのにこっちが止まったらおかしいだろう。生きていくために変わんなきゃだろう。つうかお前が変われ。もういい。もしもし、もしもし、すいません、ちょっと急ぎの電話対応で。もう全然、でも俺次入っちゃってるから要件だけ。はい、すいません。本当に動けんの。明日の朝一で現場入って明後日までに取れるだけ取るって感じだけど。大丈夫です。あの場所は、あ、言ってなかったっけ、九州。え、九州ですか。うん、筑後川。あの、大分の。大分、福岡、熊本、佐賀。そうですよね、うん、あ、いや嫁の実家がちょうど筑後川の上流あたりなんで何度か行ったことあります。奥さん九州出身なんだ。はい。いいじゃん、奥さん連れてったら。旅費出ないけどね。いやでもあの九州ロケで明日と明後日で撮影で、それを今初めてお聞きしてるってだいぶえぐいよね。そうですね。天気予備もないんですか。晴れるよ。いや、まあ毎日降ってもフォトショップでなんとかなんない。いや、それは無理です、まあ、みんな無理って言うわな。でもさ、及川君今かなりきついって聞いてたからさ。あれでしょ、契約してたスタジオ潰れちゃったんでしょ。はい。本当はもっと楽な仕事紹介してあげたいんだけどさ、ファッション関係とか条件のいい仕事。でも今東京どこも止まっちゃっててこれぐらいしか渡せないの。いや、まあいいや。他にこんな急でギャラもしょっぱい案件なんて受けてくれる人いないだろうから、やっぱ断るわ。いや、やらせてください。むしろこんな時期に本当にありがとうございます。ぜひお願いします。本当よかった。じゃあ先方につなぐね。はい、お願いします。まあこういうのがこれから先の縁につながったりとかそういうこともあるかもしれないしね。あとは引き続き都内の撮影案件とか探すように頑張るから。ありがとうございます、うん、じゃあ行くわ。すいません、お忙しいところ。忙しいってわけじゃないんだけどね、弁護士これから離婚調停。え、そうなんですか、
家帰りゃ食費足りない、生活費足りない、学費どうする、保険だローンの返済だって、で離婚が決まったらさ、今度は親権で養育費だって、もうねガキがいるから大変だよ、よりによってこんな時期にさ。うわ、あんな嫁と愛し合ってた時期があったなんて信じらんない。及川君、子供いるんだっけ？あ、いえ、いません。離婚するならね、早くした方がいいよ。はい。じゃあ、何か分かんないことあったらいつでも連絡してね。はい、ありがとうございます。ああ、ただいま。どげした、突然。久しぶりに顔見に来た。ああ、お母さんがな、腎臓の調子悪いんや。また？ああ、まあ、しょうはねえんやけどな。ただ、家はちょっとな、今あれやろ。そっか、そうだよね、うん、ごめん突然来ちゃった。すまんな、せっかく基地くれたのにな。空港まで送っちゃるわ。いいよ。どげして帰るんか。大丈夫、適当に帰るけん。そうか。お母さん、今会わない方がいいよね。ああ、そうやな。お父さんは平気なん？ああ。じゃあ、行くね。この辺りはね、はい、水源がいっぱいありましてね、はい、だから撮影スポットもね、いろいろありますんで。
50人取られたらいいと思います。何度か来たことあるんで大丈夫です。え、九州の人ですか。あ、いや、あの車ってあれお借りしていいんですよね。え、いいです、どうぞ、もちろん。 あと今日の宿なんですけど、ここら辺でどこか泊まれるところありますかね。いろいろありますが、はい、はい、紹介しますよ。 ありがとうございます。お父さん、うん、寄り道したい。ま、どっか眺めがいいところ。うん、電話出らんでええんか。父さん、今日この辺泊まっていく？あ？どっかないかな。悪いな、急に。すいません。ちょっと触れ合う方が家が喜ぶんじゃない？お前マスク。美味しい空気をいっぱい吸っていってね。どうぞ。どうぞ。じゃあ、どうも。ありがとうございます。ありがとう。遅いでしょう。ちょろ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 。これが川の始まり。だからこの水はまだ何も知らない赤ちゃん。これから周りに流されたり、いろんなところにぶつかったりして、自分は川なんだって気がついていくのね。そして最後はみんな穏やかに海に溶けていく。お風呂もここの水を使ってるのよね。ゆっくり入っていってね。ありがとうございます。じゃあね。
もういい。これ一つ作るのにどれぐらいかかるんですか？そうですね、早くて1年作る方によっては3年5年ぐらいかかる方もいらっしゃいますけどね。すごい。これもね、お家にある家族が袖を通した布で作ってますから、一つ一つが日本の家族の物語のキルトなんです。ほんならゆっくりお休みください。明日またよろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。じゃあどうぞごゆっくり。家族。今どこですか？生きてるかどうかだけでも連絡ください。
当に帰るからいいのに。ああ、送っちゃるわ。駅か空港か、どっちで。じゃあ。水天宮行きたい。水天宮。直人君と何かあったんか。お父さん。あ？しばらく実家戻ってもいい？あ？離婚するかも。何があったんや。私といると疲れるんだって。直人君がそう言ったんか。うん。ちゃんと話したらどうや。ちゃんと向き合って。何これ。弁当だ。いいよ。とにかく帰ってちゃんと話せ。お互いちゃんと向き合って。
よし、行こうか。お父さん、どこ行くの？ああ、ちょっとな。ここでプロポーズした。え？お母さんにな、あそこで反対側端っこに呼び出してな、プロポーズした。そうなんだ。大変やったわ。え？満距離やろ。で、その日は風がえれえ強くて、川の流れもえらかったけん、お母さんに言っちゃうことが一つも伝わらんかった。で、どうなったん？お母さん、何も聞こえんもんやけん、呆れて帰ろうとするわけや。やけんお父さんな、必死で叫んだ。もうあれこれ理屈はいらんちゅう思ってな、大事なことだけ何度も叫んだ。好きや、好きやーって何度も。そしたらお母さん振り向いて叫んだんや。何言っちゃうのか聞こえんのやっち。やけん
そげん遠くによらんで、いつでん声が聞こえるように近くにおってっち。あの頃はああでもねこうでもねっちいろいろ考えたに、なんや近くにおってくれだけでよかったんかっちな。昔話や。行こうか。直人くん、心配しちょんやねんか。ちゃんと話したらどうや。結果どげんなってもいいけん、とにかくちゃんと向き合って。何やってんだよそんなとこで。何やってんだよ。直人こそ何やってんの。仕事だよ。怒鳴るだろうが。突然家出て電話も出ないで、まあいっかってなると思ったのかよ。だって私といると疲れるんでしょ。そう言った。ああ言った。お前といると疲れるって言ったよ。なんでか教えてやろうか。レギュラーの仕事なくなって何もかもうまくいかなくて、でもそれで止まっちゃったらもう終わりだって思って、毎日毎日死に物狂いで営業して仕事探して、なんとかしなきゃなんとかしなきゃって二人のこれからのために必死で頑張ってんのに。ナオトは変わったとか昔はそんなんじゃなかったとかぐちぐち言われたら疲れんだろうが。だから出てってあげたんじゃない。出てって何が解決すんだよ。何も解決しねえだろうが。何も解決しないから出てった。じゃあ出てってこの先どうすんだよ。何、いつ実家から離婚届を送るか考えんの。もうそういう言い方やめてよ。なんで一人で勝手にこれからのこと考えんだよ。じゃあ今まで一緒に考えてくれた。これからのこと、二人のこと。考えたよ。もういい。のぞみがいなくなっちゃって、初めて考えた。っていうか気がついた。俺はいつかの二人を築きたいって一人で考えて、のぞみはいつかの二人に戻りたいって一人で考えてたんじゃないかって。なんて言ってるの、直人。それで、その俺たちがバラバラに求めてたいつかの二人って、実は同じだったんじゃないかなって。いや、同じであってほしいって。だけど、東京って時間の流れが早すぎて。
とか車とか街の音がうるさすぎて。いつからかのぞみと向き合える時間持てなくなって、知らない間に直人の声聞こえなくなってた。それでも二人で生きていくために我慢して一緒にいながら別々の時間過ごして、のぞみのためだって信じて、直人のためだって言い聞かせて、でも気持ちはどんどん離れていくのが分かって、一緒にいるのにお互い遠く感じて、でもどうしようもなくて、気づいたら何も聞こえなくなってて、何も見えなくなってた。今聞こえてるの？今なんて言ってる？こんなに静かなのに遠すぎて聞こえない。だから近くにいて。そっちに行くよ。Bye, Oni-ga-son.
Thank you.